手柄にもならないことに一命をかける。これが人間は僕一番偉いと思うんですね。手柄になるから一命をかけるというのはありますよ。まあ、オリンピックの選手とは立派ですけどね、立派ですけど、やっぱり金メダルを目指して、スポーツやるっつったら僕はちょっとね、引っかかるとこあるんです。これはどうしてかっていう理屈は、このひばりクラブの中でやっていきたいと思うんですね。自分が栄達するために頑張るのか、スポーツとかピアノとか、我々の学問もそうなんですよ。学問もそういう人いることはいるんですね。学問自身はあんまり好きじゃない。だけど学問で名を成して教授になりたいとか学長になりたいとか、そういうことを考えてる人っていうのはやっぱりね、あまり僕は偉い人に会ったことないんですね。やっぱり偉い学者っていうのはですね、学問そのものに情熱を燃やしてますよ。つまり人間の魂の方が、まあ立派なんですね。人間の心、人間の肉体、筋肉とかね。人間の魂、人間の頭脳、人間の感性。まあ、そういったものの方が、それが社会で、評価されるよりか、ずっとずっと僕は気高いように思います。例えば小説家でもね、小説を書いて有名になるとか、なんとか賞を取るなんていうのはね、小説家としては何の意味もありません。小説家というのは、やはりその小説を読んで、あ、人生ってのはこういうもんだなと思って、それを読んだ人に深い感銘を与えたり、その読んだ人が人生として大いに幸福になったり、することに焦点がなければいけないと思うんですね。だから、それは結果としてね、賞が与えられたりですね、そういうことはありますよ。けど、それはあくまでも結果であって、それを目標にするというと、やっぱりね、魂が汚れますね。その点で、この、良寛様とか、良寛様も、どのくらい偉いお坊さんか私、つまびらかには知らないんですが、まあ、天台宗の、なんか、一番トップになるとかね、そういうことを目指して修行されたんではなくて、新潟の片田舎で4畳半で過ごして、やがて朽ちていく。その中に、自分の、生というかね、生きるというか、それを見出していくというのが、まあ素晴らしいと思いますね。もちろんお母さんはそうですね。で、この力ずくでない社会、日本以外の国は力がある、お金がある、頭がいい。まあこういうのをみんないいとしてるんですね。最近の小学校でも成績がいい、足が速い、ピアノが弾けるっていうようなことを、なんていうかな、長所っていうか、これ長所でも何でもないですよ。長所とか言ってるらしいんですけどね。長所ってのはそういうもんじゃないと私は思います。長所というのは、その人がいたら周りの人が幸福になる人。その人がいるおかげで周りの人が命をつなぎ、だからお医者さんなんか本当はそうなんです。今のお医者さんは自分が金儲けをしたいというお医者さんは、これは何の偉くもありません。偉いお医者さんはやっぱり苦しんでる患者さんを治して楽にしてあげて、それで報酬とかそういうものを考えてはいない。たまたまね、もちろん自分の命を助けてくれたりしたお医者さんは嬉しいですよ。だから、お医者さんどうぞ、これお礼に受け取ってくださいってのはいいですよ。お布施方式ですね。人間はやっぱり報酬は全部お布施方式であるべきですね。まあしかし、お母さんなんかは大根を担いだお母さんなんか、お布施も要求しませんよ。ただただ家族の健康と成長と幸福。これだけを願って、自分の時間を犠牲にするわけですから。大根一つ買うんだって、買いに行く時間ありますよ。それから、大根を買うときにできるだけ安い大根で美味しい大根を買おうという努力もされますよ。それが我々の命の元になってるわけですね。まあだから、これは日本だけが、まあ、天皇陛下とお母さん、これを第一にした。これはなんで偉いのか、かけがえのない人だからですね。私が去年、昭和天皇の三大功績というのを書きましたが、昭和天皇こそかけがえのない人ですよ。昭和天皇の三大功績というのがもしネットで検索したら、出るようであればね、まあ、去年の私のこの偉い人とはというのに該当するのは、一平卒になりたいという私のブログと、それから天皇陛下の三大功績というのをぜひお聞きいただいてですね、私自身が何を偉いと思ってるか、そして、それこそが今まで日本人が幸福で2000年間過ごしてきたっていうのは誰の功績でもありません。この日本人が考える偉い人、
つまりその人がいたら周りの人が幸福になるという人、その人をもって偉い人と言ったわけです。ぜひ小学校の先生、中学校の先生もですね、日本の子供を教えるときに、人間として大切なのは成績がいいこととか足が速いとかピアノが弾けるとかそういうことじゃなくて、君の周りの人が幸せになること、それが君の価値なんだということを教えてもらいたいと思います。今年はこの三が日でお話をした3つのことを中心にですね、我々のこの激動の2023年をいろいろ考えていきたいというふうに思っています。